今度の配信で由比ガ浜のほっぺを紹介しようと考えておりますな。学食にある特製パンケーキのあれか、可愛いしいいんじゃないか。夏、由比ガ浜に関する動画を撮るときはちゃんとレンレンに許可を取るですよ。私としては許可を取らなくても構いませんが。そうですな、クークー先輩だってレン先輩の許可を取らずにスクールアイドル部の告知や勧誘をやりまくってたって聞いてますの。くっ、誰からその話を。それでどんな動画にするんだ。それはもう可愛い由比ガ浜の顔を。顔？あえて切り分けに失敗、見るも無残な姿になってもらいますの。却下します。なんでですの。由比ガ浜にふさわしくないからです。あと、かわいそうだからです。この学校では生徒会長の言うことは絶対ですよ。わかったらとっとと出直しのです。ね、レンレン。今日のクークー先輩、漫画に出てくる下っ端キャラみたいだな。ならば、恐怖、由比ガ浜のほっぺに刻まれた怨念、なんてどうですの？却下です。おととい、来やがれです。なあ、夏美。普通に食レポとかじゃダメなのか。そんなの面白くないですの。再生数のためには心を鬼にすることも必要ですの。だからって由比ガ浜を犠牲にすることはないだろう。さ、くだらないこと言ってないでラジオ始めるぞ。嫌ですの。それに L チューバーにとって動画企画はくだらないことじゃないんですの。スーパースター、放送局リエラジ。皆さん、こんにちは。私たち由比ガ浜女子高等学校スクールアイドルリエラです。それでは順番に自己紹介をしていきましょう。まずは私から。皆さん、おーになっちゃう。鬼なっちゃう。ありがとうございます。鬼塚夏美役、エモリンことエモリアヤです。よろしくお願いします。エモリン。続いて、逮捕金ロバー。素晴らしい声の人、素晴らしい声の人。わー、素晴らしい声の人。ありがとうございます。韓国役、リーちゃんことリーユです。よろしくお願いします。リーちゃん。続いて、アキアカネ、歌にいざよ。はずきれん。ありがとうございます。はずきれん役、なぎちゃんこと青山なぎさです。よろしくお願いします。なぎちゃん。はい。続いて、なぎ見てんだ。むいちゃんかわいいね。うるせえうるせえうるせえ。でもありがとな。はい、ありがとうございます。ヨネメメイ役、やぶちゃんことやぶしまあかねです。よろしくお願いします。やぶちゃん。スクールアイドルリアラとして私を叶える少女たちのストーリー、それがラブライブスーパースター。この番組はそんなラブライブスーパースターのことをたくさんの人に知ってもらうために、リエラのメンバーが全力で頑張るスクールアイドルウェブラジオです。まずは1月13日、うん、14日にね、開催させていただきました、はい、リエラサードラブライブツアー We Will 北海道公演に参加してくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。寒い中ね、みんな来てくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。次の場所はどこですか。大阪っす。大阪です。1月21日22日にですね、大阪城ホールで開催させていただきます。リエラとしては、あれですね、一期のみんなは大阪城ホールの昨年6月にセカンドラブライブで ね、 そうですね、行ってたからそこぶりだね、はい、そうだ、うん、今度は9人だね。そう、9人じゃなくて行けるっていうことで嬉しい。そして、うん、ラジオもね、リアラジ今回で99回。うわー、99。長い間、もう知らないうちにもうすぐ100回になりましたね。次でもう100回だね。そうだね、キリがいいわ。
やーということで、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、リエラジ、レッツスーパースタート。ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、リエラジ。皆さんからのお便りを紹介するゆいかおか女子高等学校東証箱のコーナーです。はい、それでは紹介させていただきます、うん、リエラジネーム、うん、ポムマルメロンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カウントダウン TV ライブライブ年越しスペシャル、気合で27時まで起きて見届けましたよ。ありがとうございます。新年早々リエラをテレビで見ることができてとっても幸せでした、うん、チャンスデイチャンスウェイは新年にぴったりの曲ですね。素晴らしいパフォーマンスでした。ハートハートといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネーム篠原っぱさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンスデイチャンスウェイがテレビ初披露ということで、どの衣装で披露でするのかなと思っていたのですが、まさかのリエラの歌の衣装、うんうん、リエラの歌の衣装で9人揃っているのは初めて見たのでびっくりしました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネームクロモさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カウントダウン TV ライブライブ、テレビではいつもとは違うカメラワークでリエラのまた違う良さを感じることができました。2023年始まってすぐにリエラの皆さんを見ることができて幸せでしたといただきました。おー、ありがとうございます。確かね、私たちもびっくりしました。あの、うん、チャンスデイチャンスウェイ、うん、テレビ初披露でこの衣装を着るのが、ね、聞いた時、ね、聞いた時大丈夫ですかみたいな、なんか雰囲気本当に、うん、なんか合ってるのかなってすごい、うんうんうん、心配しましたけど、可愛かったよね。そうです、そうね。リエラのさ歌ってさ、うん、2人でやることが多いじゃない、うんうん、だから9人揃うのってこれが初めてじゃん。そうです、そう、確かにみんな多分びっくりだよね、うん、そうね、で、うん、何何何ライブまだ見てないよっていう方とかさ、初めて、そう、ネタバレしないようにしようと思って見てない方とかいらっしゃるじゃない、うんうん、びっくりじゃない、これは何の衣装だって、うん、そうだね、何で歌ってる衣装なんだろうって ね、 ね、なるよね。でもね、みんなね、ちょっとずつね、メンバーカラーのね、衣装でね、うんうん、すごい可愛いよね。可愛い、可愛いって感じ。そう、でもこれよく見るとさ、お花の模様なんだけど、お花の色とかもみんなそれぞれ違ったりして、うん、はい、そうね、ちょっとずつ違うよね。そうなの。あと髪飾りめっちゃ可愛くない？わかる。髪飾りなんですけど、気づいた人いるのかなって、うん、私とペイちゃん、うん、クーズミ曲でちょっとリボンの髪飾りだったんですけれども、ね、そうです、今回ねみんなとお揃いのお花の髪飾りが、本当だ、そう、今回だけかもしれないです。めっちゃレアじゃん、はい、そっか、レアなんだ、はい、めっちゃ可愛い。2023年始まってすぐだったからね。そうですね、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございました。続いてリエラジネームココアさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リエラサードラブライブツアー We Will 千葉公演お疲れ様でした。ありがとうございます。ラブライブシリーズでのライブ参戦が初めてで不安がありましたが、うん、ライブが始まったら興奮が抑えきれなくなりました。そのくらい今回のライブが素晴らしかったし、生でライブを見れる喜びを感じることができてよかったです。これからもリエラを応援していきたいと思いますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネーム全力フレームさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リエラサードラブライブツアー We Will 千葉公演参加しました、うん、リエラが心から楽しそうにパフォーマンスしている姿を見て、見ているこちらも楽しくなってあっという間に時間が過ぎていました、うん、ファーストライブやセカンドライブで披露された曲も違う曲の表情が見えたような気がして、新しい曲を聴いている気分でしたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネームエンジ色さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。千葉公演に参加させていただきました。お、初のリエラさんのライブだったのですが、もう最高でした。お、嬉しい。昨年末いろいろと大変な時期があったのですが、そんな時に出会ったリエラさんの楽曲に勇気と元気をもらっていました、うん、
今回のライブでそれらの大好きな楽曲を生で聴けたこと、皆さんの輝く笑顔が見れたことがとっても嬉しくて、とっても楽しい一年の始まりになりました。お素敵、ありがとうございます。楽しい一年の始まりだって、嬉しいね。そうね、千葉公演は年明け初のねリエラ単独ライブだったので、うん、そうですよ。もしかしたらこのさ、リエラの千葉公演が今年初めてですっていう人結構いらっしゃったんじゃないかな。うん、確かに、そうだよね、そうだね。嬉しいな、嬉しいな。私もなんか初めてそんな多くな人の前に明けましておめでとう言えました。あそっか、なんか結構なんか確かにそう、ツイッターとか言うんだけど、うん、やっぱリアルじゃないから、うん、なんかリアルでみんなの目の前で、うん、明けましておめでとうって、ね、なんかすごくない、うんうん、ね、確かに確かに。そうだそう、ね、私あれなんですよ、リエラジ、いつかのリエラジで、うん、千葉公園では挨拶で鬼ナッツではなくピーナッツをやるっていう宣言をして言ってたね、旅立って行ったんですライブに。私言いました。そう、無事やることができたんですけど、うんうん、一つ事件がありまして、千葉公演の1日目ですね、うん、初めてやるっていうことで、皆さんピーナッツで行きますよ行きますよって振ったにもかかわらず普段皆さんって言ったら鬼ナッツって言っちゃうから、う、ね、皆さんおーまで言っちゃって、本当に振りかなっていうピーナッツを回収できずに終わりがちになってしまったっていう事件がありました。うん、最終的に言えたからよかったね。そう、最終的には言えたんだけど、ね、2日目も大丈夫だった。2日目はそう、もう予防線めっちゃ張っといたから大丈夫でした。え、でも肝心の私ピーナッツ食べてないよ。あ、確か私も食べれなかった。あ、食べてないかも。あれだけね、ピーナッツ言ってた。ピーナッツ言ってた。食べてないかも、本当だ。確かに。また千葉行った時にね、そうだね、食べたいね。多分ね、また行こうぜ。はい。あとね、初披露の曲とかもあったね。はい。あったね。お、確か。そうだよ。そうだよ、皆さん。9人で5人の曲。歌っちゃいました。歌っちゃったね、またね。ありがたい、嬉しい。私も嬉しいです。ぜひ皆さん現地に聞きに来てください。待ってますよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてリーラジネームゆこちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私にとって2022年はまさにラブライブな1年でした。リエラのセカンドライブアクアの東京ドーム、虹ヶ崎のイベントに参加したりとめちゃくちゃ楽しませてもらいました。すごい。ということで年が明けて2023年ですけど、どうやら今年もラブライブな1年になりそうです。ということでリエラのサードライブの大阪公演、うん、2月のアクアのライブ、うん、そしてさらにスクールアイドルミュージカルの大阪公演のへの参加が決まっています。9人になったリエラのパフォーマンスを初めて生で見られるので楽しみです、うん、そしてスクールアイドルミュージカルはミュージカルというもの自体が初体験なので今からドキドキしていますといただきました。 ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、ゆうこちさん、いっぱいだ。これ大阪人かな。結構ね、大阪公演とか参加したり。あ、確かに関西の方かも ね。そうですね、嬉しいな。盛りだくさんだね、本当に。そうなんですよ、年明けから2023年もラブライブシリーズ大盛り上がりでございます。はい、本当だ ね。リエラは今サードライブ中でしょ。で、ね、はい、アクアさん2月にライブがありまして、はい、虹ヶ崎さんもユニットライブありますからね。いや、はい、盛りだくさん、ね、盛りだくさんです。そしてスクールアイドルミュージカル。うわ、これね、私たち実は東京公演を、うん、渚と茜と江守の3人は見に行かせていただいたんですね、直接。いいね。どういう感じだった？もうなんか、うん、何、なんて言えんだろうね。素晴らしいよね。キラキラ、うん、そう、キラキラアイドル、キラキラって感じ。なんかめっちゃ気になる。でも超良かったよ。曲がもう一回聴いただけで、うん、頭から離れないの。本当に離れない。マジこれマジ、もう今もう歌える、歌える言えないけど言えない。そうね、止まりなしょ。だって見に行った人でさ、うん、なんかたまにさ急に歌い出したりするもんね。スクールアイドルミュージカルの曲。そうね、そう、楽屋とかでね。そうそう、ここやってるから、振り付けをね。確か見たことあった。見たことある。そう、あとそれくらい残る、うん、リエラのさ、ライブが始まる前にさ、うん、いろんな楽曲が流れてるじゃない、ラブライブシリーズ。その時に流れた瞬間みんな歌い出すっていう。わかる。
るある、ね、あるそのぐらい本当に耳に残る楽曲が多くて ね、うん、もう一回見に行きたい、ね、行きたいね、楽しかったな、私も行ってみたいです。隣が私大熊アガナだったんだけど、うん、永遠に涙を流してた、感動するよね、あの右隣がもう若菜だったんだけども、うん、ずっと隣から鼻をすする音が聞こえてきて、でそれにつられて私も泣いたら、左隣がナオミで、うん、ナオミまで伝染してると3人みんな泣いてるみたいな状況が出来上がってました。いや本当にあれは泣くよ、泣く、歌もねダンスもねお芝居もね全部が良かったよ ね、笑いあり涙ありですよ皆さん、楽しみ。いやこれ ね大阪公演は1月25日から29日まであるんですね、うん、あ梅田劇場、梅田芸術劇場です、はい、ぜひ皆さんこちらもチェックしてみてください、はいはい、続きましてリエラジネームガンタンマン新しい年をそれさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。リエラちゃん明けおめことよろ、明けおめことよろ、お正月どうでしたか。いい感じ、いい感じ、いい感じ私は実家で甥っ子たちとお絵描きしりとりをして遊んでいました、うん、いまん丸を描いたらなんと甥っ子もラブライブスーパースターを見ていたようで、んあまん丸と盛り上がり、子供たちと楽しいお正月を過ごせました、といただきました。嬉しい、ありがとうございます。まん丸認識されましたね、嬉しい、ね、続いてリエラジネームネスさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございま す。お正月にリーちゃん、ペイちゃん、のんちゃんはなぎちゃんのお家でご飯を食べていたり、ポピちゃんと楽しそうに過ごしていて、お写真もすごく可愛かったです、うん、もしよろしければ他の方々もお正月どのように過ごしていたか教えてください、といただきました、うん、ありがとうございます。続いてリエラジネームリップさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんはどんなお正月を過ごしたんでしょうか。個人的にはリーちゃんの家でタコパー中に出禁になりかけたペイちゃんの話が好きです。私これ詳しく聞きたいんだよな、ありがとうございます、ちょっとそれから聞いてもいいですか。ああああ、何なネギをぶちまけただっけ。いやあのね、ネギだけじゃないんですよ、いろんなものをね、どういうこと、ペイちゃん出禁になりかけ何回も出たよね。そうですね、なんでなんでどういう状況なのそれは。あのなんかみんな一緒になんかタコパーするときなんかこれを入れよう、これを入れようって、うんうんね、なんか言いながらペイちゃんもあこれ入れようってバーンってなんか絨毯、うん、絨毯、兄ちゃんの部屋の絨毯にあのネギとかをブワーみたいな感じで落としちゃった。そう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 、ちょこちょこね、ちょこちょこなんで、なんかバーンじゃなくてなんかたこ焼き器になんか入れようとしたのが、え、なんでそこって出たんですあれね、パラパラ掃除大変だからね。いや、そうですよ、だからもう2回ぐらいこういうのがあって、あとなんだっけ、なんかさ生地を入れる時もペイちゃんもうやめてって叫んでたよね、リーちゃん。あの生地のなんか生地を入れるなんか ものが重くて、うん、なんかペイちゃんもなんかってなんかプルプルしてたの。そうプルプルしてて、うん、もうペイちゃん何もやらなくていい開始20分ぐらいでもう何も触れないでって言われてた。だから出禁になりかけたんだ。なるほどね、超面白かったそうです、面白 い、 い、 いなるほどね、いや今度行ってみたいな、リーちゃんち、行きたい、来てください。あの今回ね、あのはじあなんかあの実家に帰れなかった子とか、あの、うん、早めに実家からあの東京に帰った子みんな一緒にやれたので、うんうん、なんか逆に実家に帰れたみんなが何どうやって過ごしましたか。確かに確かに、何してたの。私はもうただずっと家族と一緒にのんびりお出かけしたりとか、うん、ご飯食べたり、ずっとただ一緒にいただけかな。いいねそれが一番いい、うん、そう、年末は平和平和平和、のんびりとのんびりとしてましたね。エマリンは。私逆にあれな、家族がめちゃくちゃアウトドア派だから。いや、エマリン自体もアウトドア派、まあ、私自体もさアウトドアなんだけど私以上で。あ、そうなんだ。そう、なんか何日間かって帰ってたうちの
その家族が仕事に行っちゃってる日以外、うん、1日以外は全部こう外に連れ出されて、うん、そうなんだ。ショッピングモールに買い物に行くだことの、御殿場のアウトレットに連れ出されるだことの、うん、もう毎日のようにどこかしらに行ってて、なんか逆に疲れたっていう休めなかった楽しかったんだけど、うん、だからまあ動いてた分、めちゃめちゃ食べてたけど、うんうん、お正月太りはせずに済みました。あ、それはよかったね、動いてたから。確かにお正月明けすぐライブだったもんね。そう、大丈夫でした。なんかさ、ほうとうの写真あげてたよね。あ、そう、 あ、そうなの、食べに行ったの。帰った日にそのまま母と一緒に食べに行って、うん、あれ牡蠣のほうとうなんだけど、なんかかぼちゃのほうとうとか、うん、熊肉ほうとうとか、すっぽんとか、すっごいいろいろ種類があって、私は牡蠣が好きだから、そうなんだ、牡蠣にしました。美味しいよね、美味しかった、絶対美味しいよ。あ、馬刺しも美味しかった。うわー、いいね、いいもん食べてんじゃん。うまかったな、羨ましいぜ。ぜひ皆さん、ほうとう食べに来てください、山梨県。ぜひ。なぎちゃんちも遊んでたけど、そう、あれは、あのお正月にね、りーちゃんとペイちゃんとのんちゃんが来て、うん、一緒にご飯食べてました。いいね、いや、お写真見てたよ。見た、うん、ありがとう。あのね、私が飼ってるね、セキセイインコのポピちゃんって子がいるんだけど、見た、その子を包丁しまして、え、あのカゴにいつも入ってるんだけど、包丁、あの放つ鳥ね。あ、そう、包丁ね。そう、それで誰のところに行くかなと思って、ポピが、うんうんうん、そしたらずっとのんちゃんの頭の上にいるの。そう、写真とかでもずっと乗ってたよね。そうね、一番りーちゃんのところ来なかったよね。そうです、私ね、去年来たのに。本当、そうです、私めっちゃポビ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 ってずっと読んでて来ないんですね、うん、そう、いつもね、のんちゃんの頭の上に帰ってくの。なんで、やっぱ動物と話せるからじゃない。なんかのんちゃんは動物に好かれ、ちょっと苦手、ね、苦手なんだけど、うん、好かれるタイプなんだって。そうそう、苦手だけど好かれるんだ。好かれちゃうらしいよ。羨ましいな、それ。ね、いいの、いいの。で、私が SNS に上げた写真もちょうどのんちゃんの頭の上にポピだよね。めっちゃの乗ってたよ。楽しかったね。めっちゃ面白いことがあって、うん、私はもう2回目だから、うん、もう昨年も、はい、お邪魔しましたので、うん、なんかちょっとなんか。うん、リフラッシュ、なんか、あ、そうね、リフレックス、あの実家感すごかった。みんなさ、席に座るじゃない、うん、ペイちゃんとかもなんか縮こまっちゃって、そう、すいません、すいません、よろしくお願いしますって感じだろう。そう、緊張してた、ペイちゃん、リーちゃんも想像できる、よいしょ。こんな感じでお正月を過ごしてました。はい、皆さん、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう。テレビアニメラブライブスーパースター第1話挿入歌、リエラでウェルカムトゥ僕らの世界。出会えたね、さあおいで、初めましてから始めよう。君が知らないめくるめく世界、連れて行きたいね。
ただニッキー。え、笑った？はい、はい、私リーユです。リーちゃんです。はい、リエランの、近況報告をメンバーのイラストや写真付きでお届けするコーナーです。ちなみにね、写真付きはあんまりないよ。毎回イラストでお届けします。はい、本日の担当はナギちゃんです。よろしくお願いします。おい、日記のタイトルはいつまで持つかなです。どういうことだ。怖いな。イラストどうぞ。はい、イラストどうぞ。こちらです。じゃーん。なんかさよりが、さよりがめっちゃ、ね、めっちゃすごいニヤっとしてるんですけども、はい、これね、見てた。楽屋での話で、この間の千葉公演のね、幕張メッセでやった公演の時に、なんか自撮りの時間があったんですよ。公演前にみんな自撮りをしてて、私楽屋の隅っこで自撮りして戻ってきたら、セイリンが私の席に座っててね、何かやってるのよ。で、最初あ席間違えたかなって思ってたんだけど、私のものをずっと積み上げてる。私の机の上にあったのがヨーグルトとリエラウォーターと、あと抹茶のあったかいお茶と、あの栄養ドリンクのゼリーと、あとはなんだっけ、モナカ、鈴モナカみたいな、そうそうそう、美味しい鈴モナカと、あとおせんべいとかね、いろいろ食品を置きまくってたわけですよ。そしたらそれをもう積み立て、なんていうの、そう、私初めて見た。結構な高さだったね、30センチぐらいかな、になってて、もう私の許可なしにね、そうですね、積み立て、すごいドヤ顔で、じゃあなぎ見て私それさ、そのヨーグルトが包まれてるぐらいからずっと見てたんだけど、あ、そうだ、私完成の状態しか見てない。見てたんだけど、違うの、最初これを、なんていうの、そっか、知ってる人いるんだ。そう、ヤムちゃんもいたよね。そう、隣にいて分散せずに全部ね、こう縦が全部1個で嘘作ってて、これじゃダメだってなって、なんか新しい形になって、もうちょっとねバランスの取れるね。いや、てっきり私さゆり自分のものでやってるのかと思ってたからさ私も何にも言わなかったんだけど、今知ったわ、渚のものだったのね、それね。で、これをそのライブが終わるまでこの状態維持できるかっていうゲームを勝手に始めてまして、勝手にね、そう、できてたの。あ、できてたんだ。で、その千葉公演終わるまでは3時間ぐらいよ、ずっとこの状態で。私本当はさ、このヨーグルトを公演前に食べようと思ったんだけど、このゲーム始まっちゃったから食べずに終わったって。やばい、ちょっとさゆ何やってんだよ。そんなことがあります。リエラのバランス芸人は、ナギをヨーグルト食べさせてよ。一番下にあるっていうね。一番下だからもう取れなくなってたっていうね。いやー、こんなライブ前に面白いことをしていた伊達さゆりでした。はい、こういう感じでした。ナギちゃんありがとう。以上、リエラニッキでした。ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、リエラジ、ウェルカムトゥ僕らの都道府県。ヤムちゃん喋らせてあげて。はい、全国7都市を巡るラブライブスーパースターリエラサードラブライブツアーウィーウィルの開催を記念して、ライブで巡る都市はもちろん、それ以外の皆さんがお住まいの都市、国、地域の情報をご紹介していくコーナーです。私たちはその情報がどのくらい素敵だったか、どのくらい役に立ったかを、それぞれ星1つから星3つで判定したいと思います、ね、全員の合計が星7つ以上だった場合は、その情報はご当地スーパースターに認定されます。今日はどんな情報があるんでしょうか。早速メールをご紹介しましょう。はい、リエラジネームモミーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。生まれも育ちも大阪の僕からおすすめしたいのは、やっぱり新喜劇です。新喜劇には定番のギャグがいっぱいあるんですけど、やりやすいのは、待って、これさ、あの関西弁がわからない。なこちゃん、なこちゃん。わかんないから、青山が考える関西弁でいくね。お願いします。お邪魔します。違うじゃん。ちょっと違う気がする。まあ、いいよいいよ。邪魔するんやったら帰って、あいよ、なんでやねん、というやり取りですね。あとは玄関などの前で一人でごめんください。あ、めっちゃ標準語。ここからか。ごめんください。え、ごめん、ごめんください。わかんない。ご
ごめんください。どなたですか。じゃあいきますよ、はい、ごめんください。どなたですか。桑原和子です。お入りください。ありがとうと自己完結して入ってくるギャグがあります、うん、ありがとうと言いながら入ってきた時に舞台上の全員でずっこけます、なのでリエラがステージ上に登場する時にごめんください、どなたですか、リエラです、お入りください、ありがとうと言いながら登場したら多分会場のみんながずっこけてくれると思います、といただきました。ありがとうございます。これはあの今日どうこうできないですね。なこちゃんがいなさすぎて正解がわからない、確かに、そうだね、何が合ってるのか何が合ってるのかわからない、え、みんな知ってたこれ。知らん、知らん、初めて知った、ね、初めて聞いた。こんなものがあるのね。これはちょっと持ち帰ってなこちゃんに教えをこうてやりましょう。そうだね、9人揃ってできるからよね。9人揃ってやりたいね。会場のみんながずっこけてくれるらしいよ、うん、おー、みんなよろしくな、よろしく、よろしくね、みんなやるときはよろしく、よろしくな、本当にやれてくれ、本当にやれるやり、や、や、せっかくだからちょっと気になるね。ね、楽しそうだよ、楽しそうだよ、やってみよう、ぜひね、やりたいですね。じゃあ星つけますか。星つけよう、星つけていきたいと思います、うん、それでは判定しましょう、せーの、星2つ、うん、2、はい、あー、リー2、エモ2、私3です。ということで合計は星9つです。いやー、おということはご当地スーパースターに認定でーす。ありがとうございます。なんかね、本当に毎回思ったけど、な、うん、7つ、な、うん、7つ、あの、うん、簡単すぎるでしょ。いいのよ、甘々でいいのよ。逆に認定されてないのがある、ない、ないじゃん。うん、みんなからの愛だから、もしかしたら、ただ、ね、確かにこれからでも出てくるかもしれない。次、もしかしたら次どうなるか分かんないからね。そう辛口でいくかもしれない。辛口かもしれないから、辛口、次行っちゃおうよ、次行きたいと思います。リエラジネームガクさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪で紹介したいのはミックスジュースです。お、うん、牛乳にバナナや缶詰のみかんや桃などを入れてミキサーにかけて作る大阪の喫茶店ではポピュラーな飲み物です。喫茶店の他に阪神梅田駅にあるジューススタンド梅田ミックスジュースが有名です。あとミックスジュースの味を再現した缶飲料ミックスジューチュというのもあります。大阪土産にもおすすめです。ちなみにミックスジューチュを販売しているサンガリアは関西では有名な会社で、関西人に123ガリアと言うと必ず223ガリアと返してくれます。これあれでしょ、知ってるよ、 CM あるよ、123ガリア、それだよね、123ガリアって言うと223ガリアって返してくれます。え、やりたー、今度なこちゃんにやってみようよ。あ、やってみよう、やってみよう、やってみた、やろう。ねえねえなこちゃん、123ガリアね。オッケーオッケーオッケー、やろうやろう。絶対返してくれるわ。そうだね、ミックスジュースだって美味しいよ、ね、星つけますかね、飲みたいね、星つけよ、待たない、待たない、待たない、決めた。じゃあそれでは行きたいと思います。せーの、星3つ。おお、全員3つ、全員3つです。12個です、ね、ってことは満点でご当地スーパースターに認定です。もう食べ物だったら私絶対満点つけるから。いや、ね、本当にスタッフさんお願いします。頼んどこ、頼んどこ、飲みたいな、ミックスジュースお願いします。飲みたいな、ぜひあの梅田ミックスジュース有名の方でお願いします。ブランドして入りました。ちょっとね、うん、あ、飲みたいです。美味しそうだね、はい、ね、飲んでみたいの。はい、ということで皆さんたくさんのメールありがとうございます。ありがとうございます。これからも日本全国の都道府県、そして世界の都市など皆さんのお住まいの地域の情報をお待ちしています、うん、ラブライブスーパースター、ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、ゆいじょ放課後放送局、リエラジ、リエラジ。お知らせです。まずはイベント情報です。現在開催中のラブライブスーパースターリエラサードラブライブツアー We Will、 次回は今週末の1月21日22日5年目となる大阪公演を大阪城ホールで開催させていただきます。現在チケット販売中ですので公式サイトをご確認ください。そして3月4日開催の埼玉公演 Day1 の
チケット最速先行抽選の申し込み期間が1月22日までとなっています。こちらはリエラの単独イベントで初となる声出しありの公演を予定しています。楽しみ、楽しみだね。お申し込みをお忘れなく、うん、続いて2月11日12日にピアアリーナ MM にて開催されるお台場超次元音楽祭横浜からハッピーバレンタインフェス2023の2日目にリエラが出演させていただきます、うん、ぜひフェス公式ホームページをご確認ください。はい、続いて音楽商品情報です。ついに明日1月18日にラブライブスーパースターリエラセカンドラブライブ What a Wonderful Dream ブルーレイメモリアルボックスが発売されます、うん、はい、横浜公演の Day2 と大阪公演の Day2 そして舞台裏メイキングが収録されます。視聴動画もね公開しました。そうね、公開中だね、うん、いやなんかねちょっとすごい思い出が深いな、うんうん、ブルーレイだなって思いましたね、うん、で、リエラで初めてのバンドライブもそうだね、大阪公演、大阪公演でやらせていただきました。新鮮だったね、はい、めっちゃ楽しかった。そうです、あの時の感動をもう一度、本当にそれでございます。ぜひ皆さん、はい、なんかジャケットイラストもすごい、なんか私見た時びっくりしましたけど、うんうん、なんかくーちゃんが泣いてるんだけどどうしたって、泣いてた、いやなんか笑いながら泣いてたって、うん、なんかすごいエモくエモすぎてエモリアヤですね。そうはい、みんなぜひチェックしてください。そして3月15日にリエラセカンドアルバムセカンドスパークルをリリースさせていただきます。ファーストアルバム同様オリジナル版とフォト版の2形態があるほか、直接皆さんとお会いできるイベントもあります、うん、その他にもいろいろな企画や特典があるので公式サイトをご確認ください。続いてブルーレイ情報です。テレビアニメラブライブスーパースター2期のブルーレイの第5巻が今月末に発売されます。そして先日第6巻のジャケットイラストが公開されました。カノンちゃん、えカノンちゃん、キャノンちゃん風が吹いてるわ、ラビーティカーがいいですね、はい、いい表情してるね、いい女だな、いい女なんだ。はい、こちらぜひチェックしてくださいね、はい、続いて書籍情報です。2月28日にラブライブスーパースターテレビアニメオフィシャルブック2が発売されます。テレビアニメ2期をこの1冊でまるっと振り返ることができちゃいます、うん、実はね、あの千葉公演の会場で表紙イラストを初公開していたんですよ、気づいた方いらっしゃいますかね、あのシングシャインスマイルの衣装の9人でございます、でございます。なんかね、うん、なんかかのんちゃんのこのグッなんか、うん、シュールグッグッって可愛いね、可愛い、こちらも発売をお楽しみに、うん、最後にメディア情報です。今週の金曜日1月20日の27時10分からフジテレビ関東ローカルで放送される CS チャンでセカンドライブ大阪公演のダイジェスト版が放送されます。ぜひチェックしてください。今回ご紹介させていただきましたすべての情報の詳細は動画の概要欄からご確認ください。以上お知らせでした。ラブライブスーパースターゆいぞ放課後放送局リアラジ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。週末はね、大阪公演、大阪大阪行くでー、みんな大阪城ホールでお会いしましょう。はい、そして次回の放送情報です。次回1月24日火曜日更新予定の第100回放送も、うん、青山渚と矢部島あかねと江守彩と私リユーの4人で届けします。それでは今回のラブライブスーパースター有意情報課後放送局リアラジはここまで。お相手はタンクク役リユーと葉月蓮役青山渚と米目芽役矢部島あかねと鬼塚夏美役江守彩でした。それでは大阪でお会いしましょう。なんでやねん。